証券コード二一五七、こしだかホールディングス。今日はこちらを紹介します。早速開けてみたいと思います。中にはもう何も入っていません。中にはこちらの三つの書類が入っていました。まずはこちら。第五十一回定時株主総会招集ご通知。いわゆる株主総会の案内ですね。え中は難しい数字がたくさん並んでいます。 業績レポートですね。こんな感じで連結損益計算書とか対対表とか、か。対借こういうのがしっかり読めるようになるともっと面白くなるんじゃないかななんて思って、まあ、自分の、ね、勉強不足を反省してます。次がこちら議決権書になります。今回は第1号議案第2号議案のみですのでこちら回答してこの3つ目の保護シールを貼ってポストに投函したいと思います。 1> 第1号議案と第2号議案の内容なんですが、こちらに載っています。決議事項、第1号議案、剰余金処分の件、それから第2号議案、取締役5名選任の件となっています。まあ、気になる第1号議案の剰余金処分の件なんですけども、こちらですね。このあたりに書かれてるんですけども、議案では、1株につき配当金4円と。 まあこんなもんでいいかなと僕は思うのでいつも通り1号議案それから2号議案も賛成で出そうと思ってますやっぱり東京にいるとねつい行きたくなっちゃいますね株主総会近いんですよねなんかいつもこの動画上げるときに同じこと言ってるようなんですけどもなんかちょっと勉強のためにブラッと行ってみたいなと思いながらいつもいつも行ってないと反省してます今回もね「ハあき投函という形ですが次こそはと。 思いを新たにまた次のね通知を待ちたいと思います証券コード2157腰高ホールディングスはカラオケ店カラオケ本舗招き猫を展開している会社です犬器出店方式という出店戦略を行っておりもともと他の会社がカラオケ店として営業していたところをそのままの形で継承することで開店までにかかる時間や初期費用を抑えていますその他音浴事業にも取り組んでいて戦闘施設を全国に展開しています権利確定日は8月 株主優体券に関してはカラオケ招き猫などで使える株主優体券100株で2000円相当400株で5000円相当1000株で1万円相当株主継続保有期間3年以上で100株で4000円相当400株で1万円相当1000株で2万円相当とカラオケ好きな人にとってはたまらないですね、まあ、1000株持ってて2万円あれば、まあ、十分かなっていう額がもらえますこの1000株。 今はコロナの影響で、どの株もそうですが、激安セール中となっています。特に飲食関係やこういったカラオケ店は、株価を下げている傾向にありますので、配当利回りも高く、お買い得感抜群です。気になる株価がこちらです。年内では今年1月27日に946円で最高値を記録しましたが、やはり他の銘柄と同様、 3月に入って、一気に株価を落としています。だいぶ回復はしたものの、上がったり下がったりを繰り返しています。僕は権利確定日に一度取得したんですが、株価が上がった時、利確をして売却しています。お買い得感はある株なので、来年もまたお世話になろうと思っています。今は株価も25,000を突破し、バブル期以来の絶好調の相場ですね。第3歩のニュースもありますが、来週も株価の動きを楽しみにしたいと思います。以上、カズでした。s e